準決勝に勝ち上がるのは赤のユニフォーム帝京か、それとも白と黒のユニフォーム国見か。さあコーナーキック、高木さん、はい、この14番の平山、ね、ここまで5得点です。調子がいいですよね。特にセットプレーで国見高校は、ね、この大会かなり手を取ってますから、はい、ファーに長いボール、これはラインを割りました。ゴールキックに変わります帝京高校です。スローイン10番の大沢1つ下げます。さあミドルシュートを打っていった、ゴール前シュート、9番の横山、帝京高校のファーストシュート。このように8番の中村北斗が10番の大沢をしっかりとマークしています。今日はねこれマンツーマンでずっとついてますね、ということは大沢に与えられた時間は少ないわけですね、ただ今のシーンもね、はい、あのついてましたけども前を向いていいボールを出してきますね。さあクロスボール、平山折り返して中へ、ゴール前、9番の島崎、いや兵道、兵道が前に来ていました。さあ帝京両者合わせて優勝回数は11回。さあ前線、さあ大沢左足で右足で打てるか、打てません。最後ついていたのは1番の中村北斗、まだあるぞゴール前。いや高木さん、今中村北斗の密着マークが功を奏しました。しのいで守る帝京に対して国見高校はその攻撃の圧力を強めていきます。一方その圧力が弱まった瞬間に帝京高校は速攻を仕掛けます。ちょっとトラップ大きくなるとすぐに寄ってきますね。そうですね、寄せは早いですよね。ここで前半0対0で折り返しています。この40分が終わった後、どちらかのチームは国立の切符を手にし、どちらかのチームは3年間の高校サッカー生活に引退を告げます。今後半のキックオフ、国見高校のキックオフで後半の40分がスタートします。一斉に国見高校上がっていきます。ほぼ全員が今帝京陣内に入りました。あっという間に敵陣に入っていく。中にボールを送る。さあ前線4番の成瀬、クロスボール、後ろには平山ヘディングです。国見高校後半立ち上がり3分、14番の平山今大会6ゴール目、ヘディングシュートが帝京のゴールキーパー山下の左手の横を抜けていきました。立ち上がりわずか3分です。国見高校が先制。さあ今度は帝京高校向こうサイド7番の関口、さあドリブルで上がっていく、ファーサイドに横山がいる、その横山の裏を越えた、後ろから上がってくる14番の川山、打てません、ジャストミートしませんでした。中村北斗がクリアをします。大沢が少し離れました。少し離れるとドリブルが効く。いいさあゴール前、樺山シュート打てません、後ろから関口。高木さん、やはり大沢が1メートルでも離れるとこうやって前に出られるんですね、はい、そうなんですよね。10番のこの後ろです、ここです、この2人、大沢がボールを取る、密着マークは中村、少し空きます、そうすると大沢がパスを出せる。今大沢は密着マークされています、パスでは出せない。パスカットは国見山家、さあ大沢が開いた、クロスボール、横山ヘディングシュート。大沢にいかにフリーでくさびを打つか、それが帝京高校の攻撃の起点になります。フリーキック、10番の柴崎、クロスボール、ヘディングシュート、バーに当たった。最後はやはり平山、もう一度シュート、渡辺もう一度、これはオフサイド、バーに当たりました。5番の園田左足、それだけ大切な一戦、国立への切符、中に送る。さあボールはこぼれている、ゴール前だ。さあ一つ落とすから、一つ落として柴崎のシュート、ポストに当たった。国見高校後半7本目のシュート。高校サッカーは40分ハーフ、残りは7分。ゴール前、ヘディングはいけません、後ろから横山、そして石原、開いた14番、インターハイ決勝で1点を挙げている樺山、クロスボール、後ろには石原、そして落とすとボール、もう帝京はどんどんゴール前にボールをね放り込んでいくっていう形いいと思いますよね。関口、手に当たりました、ハンドです。さあ帝京のチャンス、まだまだ時間はあります。いや全部上がってきますね、全員上がってきた、さあ残してゴールキーパーとディフェンス1枚だけ、ゴール前チャンスになった、山口左足シュート、ボールこぼれている、関が抑えた。最後の最後まで3年生の石原がボールをチェックに行く。今ここで試合終了、国見高校インターハイ決勝の雪辱を果たし帝京に勝利、3年連続10回目の国立競技場進出です。